はいどうもハラミンです。はい、今日なんですけど祝日でしてどうしようかなっていう感じなんですけども、まあというのもですね、実は昨日日曜日だったんですよ。で、まあ、友達とサッカーをしていて、今日の祝日もう一回集合してチームの練習着をね作りに行こうという約束をしていたんですけども、先ほど LINE が来ましてすっぽかされてしまいました。急遽、まああるあるなのかな、急に行けなくなりましたってことになったので、時間がものすごくできてしまったんですよ。今4時なんです。で、実を言うとこの後映画を見に行く、一人で映画を見に行く予定がありまして、その前にその練習着を作ってちょうど映画に迎えるかなって感じだったんですけど、ぽっかり2時間ほど空いてしまいましたので、今からちょっと2時間どうやって潰そうかな、過ごそうかなっていうことを迷っております。そんな祝日の1日です。完全に手持ち無沙汰になってしまって、時間を持て余しているので18時からなんですけども、もう向かいます。行きます、もう行きます。おう！絶妙に中途半端な時間に着きました。ただちょうどいいっちゃちょうどいいのかな。45分あります、あと。絶妙に中途半端。一番何するにも飯食いに行くわけでもなく、一番困る時間です。映画までの時間。とりあえず映画館周り行きましょう。はい、30分前ですが、絶妙にまだ全然時間がありますね。こういう時の時間の潰し方でどうすればいいんでしょう。いろいろ見て回りますか。なんじゃかい、どうするかい。なんか座れるところを探します。座れないよね、ここはね。結局一周してしまいました。時計の針は全然進みませんね。ちょっと全然あと20、25分ぐらいあります。どうしよう。よし、そろそろ10分前な感じだ。ちょっとドリンクとかフードを買いましょう。まあまあ人が。日向のハッピーウォーター空まで届きそうだ。飲みます。さあ、じゃあ映画館に入場します。はい、見終わりました。いやー、ちょっともうね、普通に泣いてしまいましたね。感想動画は多分この後家帰って撮ってサブチャンに上がると思いますので、そちらをご視聴になってください。はい、ということで、せっかく池袋に来ましたから、池袋というのは美味しいラーメン屋さんがいっぱいあるので、ラーメンを食べたいと思いますが、そのラーメンを食べている様子はフルフルというか、ちゃんとしたやつはまた後日動画が上がると思います。行きましょう。あんなに遠く見えていたのに、たどり着けそうな待っててくれるか、夢から生まれ君のことを連れて行く V だという深い
というわけで、ちょっと曇ってますけど、社畜の社畜じゃねえや、もう無職でした。悲しいですね、癖っていうのは。祝日をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。さよなら。